やってたの？昨日でも寝ました。顔ちょっとやつれてっけど大丈夫？本当に、うん、やつれてるよ。本当、うん、なんかね、ほっぺた黒いよ。本当、あのね、大丈夫か？本当やつれてる？やつれてるよ。おさっき裏で見て、えっと思った。そんなに辛いの？レコーディング。いや、あのね、寝ないんですよ俺。寝ないの？うん、なんかね、うんうん、入り込むとね、全然 寝ないんですよ。でそれで、うん、寝るときは寝るんですけどね、まあでも、特に死とか入り込むとね、うん、なんかもう飯も食わない状態になっていくんで、よく言われるんですけどね、うん、まあでもまあ、いや、痩せた。本当に？あ、痩せてるし、やつれてるよ。それ体重全然変わんないの。で68から70ぐらいで行ったり来たりで、よくほら、痩せたね、痩せたねとか言われるんだけど、うん、変わってないんですよ、全然体重は。色が黒いよ、ほっぺた。本当に？マジで？本当にここのヒゲ剃ったみたいな感じになってる。相当苦労してるね、今回。全国ネットで言わないことないよね。何ですよ。全国ネットで具合割りって言われてる。映ってるからしょうがないよ、これ。寝ないの？食べないの？うん、昔からそうですね。うん、なんかね、本当食べてない？そんなことないですけどね。うん、でも食べることが頭の中にない時ある。へえ、すごいね。俺どんなことがあっても二日酔いでも食べるけどね。そう、ね、食事ってことは頭ないの？うん、ないですね。熱中するね、ロンドンでね。これはね、曲打つのはね、やってみると分かるけどね、ある程度のとこまで行くんだよね。早いですよね。そうするとね、うん、そこからがどうやっても出ない時があるね、うん。どう気分変えても飲んだくれようが何にも出ないってからね。80% か 90% まで割り出したり行くんですよね。行くんだよ、うん、そこからが出ないんだよ、うん、爪ですね。爪が、うん、しょっちゅう頭に残って眠れない。飯のことも全く考えない、うんうんうん、そうですね。でも大趣味がないから、なんていうのかな、まあ、普通分かりやすく言うと重ね合わせて、もっと重ね合わせて、どんどん重ね合わせて、うん、一つの箱の中に収めていくっていうことの面白さが、こんなに面白いことがあるのか、これが面白かった自分に気がついて、うん、やりましたね。何が面白いの？よく分かんないの。写真を写真に重ねて箱の中に入れるっていう、単なる誠意じゃないのそれ。いやいや、だね、これもね、うん、アートだと思うんですよ。いや、話は絡み合ったらいいんだけど、ね、なんで？なんで？なんなのそれ。え、写真って写真を重ねて箱の中に入れるっていうのは。いやいや、箱じゃない。いや、じゃないよ。箱じゃない。一つの仕掛け。今うまいことなったね。1割はいますよ。やっぱそうだね。旅行あんま行かない。うん、行かないですね。新幹線なんか大丈夫。なんかね、とにかくじっとしてるのが嫌なんですよ。こうやってずっと動いてるでしょ、こうやって。そうなんだ。旅行ってじっとしてないじゃん。あ、乗り物の中でね。うん、だからね、何時間かかるって言われるともうね、うん、構えないとダメ。歩いてたもん、だね、時間があると、うん、そればっかりやってんの。やるときありますよね。でロナがいるときにやっぱ知り合いから、画像付きの、うん、写真が送ってくるわけでしょ、うんうんうん、で この撮影でこういう写真撮りましたなんて送ってくるわけですよ、うんうんうん、でそれを全然違う背景にして、うん、彼女だけを残しながらまた送り返すと、うん、それ喜ぶでしょ。おお、まあ、それ時間かかるよね、それ。時間かかるよね。でも喜んでくれるじゃないですか。まあ、していませんが。頭がないの。